はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。進撃の巨人やっていきましょう。今回は、壁外調査モード、これでね、これで遊んでいきたいと思います。さっきね、進撃モードでまあストーリーねやってて、2本撮ったんだけど、ちょっと難しかったのよ。あまりにもこうね、うまくできなくて、で何かこう練習する術はないのかなということで、この壁外モード選んだ。ちょっとさっき一回やってみたんだけど、できたんだよね、練習みたいな感じで。で今回はちょっとこれで遊んでいきます。リヴァイ使っていきましょう。初めて使うよ。でこの壁外調査モードで得たお金とか、装備とか、そういうのはあの進撃モードストーリーの方と共有できるみたいなんで、確かレベルも共有できるのかな。なんで、これはやっといてお得って感じですね。まあ主にミッションをこなしていくっていう感じだけど。かっこいいね。装備、あ、大丈夫かな。衣装変えてみるかい。お掃除、やっぱまあどうせならこれ、こっちで行こう、こっちで行こう。よし、やってみよう。調査、あ、なんかいろいろ出てんな、いろいろあるな。難易度簡単なので行くわ。よし、さあやるぞ。こっちでね、ストーリーとは別にこうレベル上げたりとかいろいろできるんで練習できますね。いやー、進撃モードストーリーの方で自由に動けんのかなーと思い込んでたんだけど、そういうわけではなさそうだね。この2つのモードをうまく使ってやっていくっていう感じっぽい。まあわざわざ俺が説明する何者でもないとなさそうだけど。馬、ちょっと待って、馬は初めて乗るぞ俺。うん、長押しで降りるね。はい、続け、一緒に行こうぜ。いたよ、俺たちの役割を果たさねえと。救援要請、無視はできねえ。よし、まとめて相手して進めだせ、救援をお願いします。よし、順調順調。馬乗った方がいいのかな。ありがとうございます、助かりました。死にたくなって自制するんだ。変だ、苦戦してやがるのか。馬乗るか、どうするの。乗るか、ちょっと呼吸物資、呼吸物資をゲットしよう。悪いな。こっちだな。アルミンを助けりゃいいんだな。行く、まとめて相手して。どうして、化け物。すみません、手を貸してください。よし、順調よ。救援感謝します。そうかい、まだ戦えるならさっさと行け。呼吸、救援要請。こっちか。大変だな、思ったより大変だったな。まあ難易度はね、そんなに
たけど。まとめて相手して。面白い出しやがって。いいよ。砲台の乗ったけど乗ったけど ダメだ、やりづらい。やる。よし。エレイやミカさんに助けられてばかりじゃ対等な友人とは言えないもんな。こっちでいいのかな。とりあえず敵を倒していきますか。よし。わかりました。次に肉をそがれてのドイツだ。やっぱり。とりあえずあの緑のびっくりマークいっぱい先に。まずい。助かった。チャージしとくか。こっちか。お待たせ。ついたぞ。巨人いねえじゃん。この作戦を成功させれば多分。どうしたい。よし。ごめんなさいアルミ、迷惑かけちゃったね。問題ないよクリスタ。赤いビックリマークいきましょう。次はウマのスタミナなくなった。絶対でかい。こいつ怖い。よし。うま。無駄死には嫌いだ。するさせるの。着いたぞ。やる。あっちゅう間にやってしまいましたね。ボス戦はちょっとうまかったんじゃないか。俺たちの勝ちだ。みんなよくやった。やりました。生きて帰れりゃ一人前だ。討伐数 C か。もっと倒せばよかったかな。
よし。まあこんな感じでね、ストーリーとは別に練習できるんで、これはちょっといっぱいやっておきたいなと思います。いやまだまだね、やっぱまあ操作に癖があると言ってしまうそれまでなんだけど、もうちょっと慣れたいね、こうスピーディーにね、こうせっかくこう綺麗な画質でアニメチックでね、もうちょっとこうアニメっぽいかっこいい戦闘をしたいわけよ俺は。よし、ということで、今回はここで終わりましょう。はい、そんじゃ、終わります。バイバイ。